コブウシは、家畜牛の一種、ゼビュー、ゼビュー牛などとも呼ばれる、南アジアで家畜化された家畜牛の一系統である、熱帯地方を中心に、南アジア、アフリカ、マダガスカル、フィリピン、インドネシア、インドシナ半島、近東で飼育され、近年では北アメリカや南アメリカにも導入されている、インドの8割を占めるヒンドゥー教の信者が、体内に、 無数の神が宿るとして崇拝しているため、牛に危害を加えようとしているとして運んでいる人に、京都が襲撃する事件が起きている。現在、世界で飼育されている、家畜牛は大きくに系統に分けられる。一つはヨーロッパ及びアジア北部をその源とする、コブナシや畜牛の系統であり、もう一つの系統がこのコブウシの系統である。コブウシは対処性があり、 熱帯性の病気や害虫に対する抵抗力が強いため、家畜化された南アジアから東南アジア、西アジアアフリカなどの高温地域に導入された。コブナシニュートの身体的際は、幅の狭い頭骨を持つ点、背中にコブを持つ点、長く垂れ下がった耳を持つ点等である。加えて、首の下の長く垂れ下がった胸水や、オスでは明確な陰形症、メスでは、 へそ近くのたるんだ皮膚などを持つことが多い。和名の元となっている。背中のコブは、オスの方が大きく、ガウルやバンテンのコブが、脊椎のトゲ突起で支えられているのとは異なり、筋肉もしくは筋肉と脂肪の実によってできている。角は、頭骨の両側の、やや離れた位置から、まっすぐに髪型伸びる、インダス文明の印象に、コブウシの姿が見える。このほか、 コブウシの牛車をかたどったテラコッタの玩具も多数出土している。歴史時代に先立つ古い時代からインドアタークでの分布が確認されており、今も昔もアジアの南部地域で数多く飼育されている。バビロニア南部のウルの遺跡からは、紀元前3000年のものとされるインドからコブウシを輸入したことを示す図が発見されている。牛は古くはインダス文明の担い手、その後は バラモン教やヒンドゥー教をはじめとするインド発祥の諸宗教の信仰者に神聖視され続けており、とりわけインドの人々にとって、牛といえば第一にコブ牛であった。内畜種としてのコブ牛には輪廻により BOS、インデカスの学名が与えられていたが、現在では、かつて BOS トーラスとされていたコブナシ系家畜牛と、共に両者の共通の祖先であるオーロックスの学名。 BOS プリマジニアスが使用されるようになってきている。ただし、BOS インデカスという表記も依然として一般的である。ありがとうございます。